今朝は太平洋側の地方にもちょっと雨や雪が降りまして、ちょっぴりおしめになりました。しかし明日はまた強い冬型になって、日本海側では大雪、太平洋側ではカラカラ天気が続きそうです。でアメリカやヨーロッパの寒波は一応終わったんですが、日本はまだ続きそうです。手前の写真をご覧ください。